ハリー・フーパーは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、ベルステーション出身のプロ野球選手。右投げ左打ち。ニックネームは、フープ。1910年代レッドソックスで、リードオフマンを務め、4度のワールドシリーズ制覇に、貢献した守備的外野手。カリフォルニア大学セントメリー校を在学中の1908年に、ボストンレッドソックスと契約、大学卒業時には、 フーパーは、紅白の学位を持っていた。翌1909年にメジャーデビューし81試合に、出場、打率28、282を記録する。スライディングキャッチを得意としていたフーパーは、その守備力を買われ、2年目の1910年には、右翼手として、レギュラーに定着、攻撃では、リードオフマンを務めるようになる。また同年は、左翼手として、 セントメリー校の後輩だったダフィー・ルイスが入団、中堅守のトリス・スピーカーが打率、340を記録しブレイクした年でもある。以後彼ら3人は100万ドルの外野人として、名を馳せる。ルイス、スピーカー、フーパーのトリオは1915年までレッドソックスの不動の外野として活躍し、チーム1912年と1915年の2度のワールドシリーズ制覇に導いている。 その後1919 19年には、レッドソックスのキャプテンを務めるなどチームの中心選手となり、レッドソックスでのワールドシリーズ出場は、計4度を数える。レッドソックス時代はほぼ毎年100近い得点を挙げ、三塁打数は1912年から7年続けて2桁を記録するなどコンスタントに活躍していた。三塁打数と盗塁数については、2006年現在も、 レッドソックスの球団記録を保持している。1921年のシーズン初めにホワイトソックスに移籍。レッドソックス時代の総力には衰えがあったものの同年は打率327を1924年には自身最高の打率328をマーク。また三塁打数はレッドソックス時代に比べて2桁を記録することは一度もなかったものの一方で 本類打数を1922年から3年連続で10本以上を記録。打点も1922年にキャリアハイの80、打点をはじめ5シーズンすべて50打点以上を記録する、と、ホワイトソックス時代は打撃でチームに貢献した。1925年に引退。1971年にベテランズ委員会がアメリカ野球殿堂入り選手に選出した。 1974年カリフォルニア州サンタクルスで死去。ありがとうございます。